どうも、あやさちゃん。動画の方ありがとうございます。そうですね、お子さんの成長っていうのをね、今聞かせていただいて、在庫とかね、お客さんとか、そのお客さんが商品届いて喜んでるよねっていう、その概念がね、何よりもの家庭教育だと思います。よく日本ではお金に関する教育がないとかね、金融リテラシーが低いとかって言い方しますけども、それは家庭でやってこなかっただけだと思うんですよ。学校でできないことっていうのは家庭で補填するしかないですし、まあ、はっきり言ってね、学校任せになっちゃうと学校の教育に不満が残るでしょうけども、でも学校でもね、教えてくれることっていうのは十分あると思うんですよ。掛け算の九九とかね、漢字とかね、それから男女の出会いみたいなね、あの子が好き、この子が好きっていうふうな恋愛の場っていうのを提供してくれるっていう意味では、私は学校のメリットは最大限はね、この男女の出会いだと思うんですけどもね、まあこれは私が勝手に思うだけなんですけども、まあとにもかくにもね、これからの時代というか、ちょっと前からなんですけども、お金のことは自分で解決しないといけないっていう、ごく当たり前のことが、もっとね、真に迫ってきたのかなと思います。その、まあ責任がかなり重くなるのが、やっぱり家庭なんですよね。例えばね、やっぱり勤め人として出勤していって帰ってくる、その繰り返しによって給料が振り込まれるっていう暮らしっていうのは、子供から見ると、お父さんお母さんはお金を持っているんだっていう風な感覚になっちゃうんですよ。そうじゃなくって、自分でお金を使って仕入れて、自分でそれをセールスしていってね、でお客様誰かが自分の商品を選んでくれて、ああよかった、ありがとうというお返しにお金を振り込んでくれる。そのお金の振り込んでくれた金額で暮らしを成り立たしていて、その中からお小遣いとかね、鉛筆を買ったりとか、お弁当を作ったりみたいなお金が生まれるってことを、このね、サイクルを知っている子供っていうのは完全に金融リテラシーが高くなるわけなんですよ。当たり前のことなんですけどもね。でもお小遣い制度っていうのはものすごく弊害があって、毎月の1日になったら自動的にもらえるとかね、それから毎月の25日になったら給料が自動的に振り込まれるっていうふうな、この感覚になっちゃうんですよ。で、通うのはもう後付けになっちゃうんですよね。出勤するのが後付け。だからそういうのではお金のリテラシーっていうのは育たないんですよ。だから相澤さんもね、お子さんから出た言葉の中でいろいろ気づくことがあったって言ってくださって、私も本当だなと思うのは、通常お勤めの方はね、卑下するわけではないんですけども、単なるお金を稼ぐってことだけに包括してみると、使う言葉がもう最初から違うんですよ。例えば会社員の方、サラリーマンの方、お勤め人の方が使う言葉っていうのは、多分ね、残業とかね、上司とかね、出張とか、それから取引先って言葉を家に帰っても使うと思うんですよ。で、着る服はスーツにネクタイか分かんないですけども、作業服だったりいろいろね、制服ってものを着ると思うんですよ。で、それで育っていけば、完全に学校で受けた教育がそのまま勤め人としてはスポッとはまるんですよね。ただやっぱり就職先っていうのはこれからどんどんなくなっていく時代です。ジョブ型雇用って言われてますけども、お金は自分で生み出さないといけないっていう時に、家庭で転売にしても何にしてもビジネスをしていてね、少額であっても自力でお金を生み出している、ものを仕入れて、広告を出してね、いろんなところに知らせて、 YouTube をやって、それでお客様に選んでいただいて、セールスをしてお金を受け取るみたいなね。で、お客さんが喜んだところもちゃんと確認して、まあいいねがつくなりね、悪いねがつくなり、評価ってのはあると思いますけども、その評価を受け取って自分の次のビジネスに生かしていくっていうところを間近で見ているお子さんっていうのはどうなのかなって、それが当たり前だと思うじゃないですか。まさに金融リテラシー育っていって、自分が何もしなければお金が生まれないっていうね、当たり前のことに気づくわけなんですよ。もちろん会社員の方も自分で何かをするから、会社のミッションに従うからこそ給料がもらえるところがありますけども、残念ながら会社勤めて自分のミッションとか予算達成しなくても、約束通りの給料をもらえるっていう弊害があるんですよ。これはね、弊害なんですよ。ノルマ達成しなくてもお金がもらえちゃう、暮らしていけるってことは、ノルマをだんだん達成しなくてもいいっていう流れになったり、まあね、上司の方がね、ノルマ達成するために頑張れって言ったらパワハラだって言葉に逃げたりするわけなんですよ。で、そんなに不満だったら会社を辞めて自分でやるって話なんですけども、そういう意識も育たないと。そういう家庭で育つと、子供っていうのはごねればなんとかなるって思っちゃうんですよね。でも自分で商売してると、ごねってのは何の役にも立たないんですよ。むしろそこで商売終わらせちゃう可能性があるんで、それこそ三方よしもね、二方よしも全然成り立たなくって、まあ私速稼塾ってね、四方よし五方よしって言うんですけども、自分よし、相手よし、社会よし、次の世代よし、要するに子供たちがそれを受け取って自分もやってみようって思えるかどうかってことなんですよ。夢を見れるかどうかってことなんですよね。まあ、そういったところもいろいろ感じながら、今回ね、動画を見させていただきました。で、私のね、大和君に対する、まあ、これはね、頭の中で考えてる期待なんで、それを押し付けるつもりは全くないですけども、私は普段こうやって YouTube の撮影するのが主で、あとは適当に暮らしてるんですよ。
それからまあ投資活動もやってまして、48歳を機会にね、自分のことをトレーダーだと思って、投資家だと思ってこれから生きていくことにしますんで、もうトレーダーを名乗っていくと思いますし、投資家、そして稼げる投資家をこれからね育てていこうっていう気持ちもありますんで、おそらく自分の子供が言葉を覚えたりね、数字を覚えたりしたら、投資っていう概念に基づいて暮らしを送っていくと思うんですよ。つまりそういう先入観を与えていって、10年後とか20年後にどういうふうな、ね、方向に進んでいくかっても少しずつ、刻んでいこうと思うんですよね。少なくとも会社員になるために受験勉強に行けとかね、学校を選べっていう発想にはならないと思いますし、もう会わない人とは会わなくていいよと、むしろお前にみんなが会わせられるよう、会わせてくれるような魅力を持てとかね、優しさを持てっていう教育になると思うんですよ。で、やっぱりね、正義を貫くためには、10代の頃はやっぱりパワーがいるっていうことも正直に教えないといけない。時にはね、ビビらして言うことを聞かせることもしないといけないし、悪に向かってはやっぱりこう暴力で立ち向かう時もあると思うんですよ。もちろん表現は気をつけないといけないですよ。で、ともすればね、支配してしまうっていう発想にもなるからなんですよ。暴力で支配してしまうみたいなね。だからここはすごく慎重にならないといけないと思いますけども、とにかく防衛能力がないと攻められるばっかりで手も足も出なくなっちゃうってことになりますんで、やっぱりなんぼかね、人を守ってあげるぐらいの腕力とかね、俊敏さとか思考能力っていうのは整えて、生きてほしいなと思うんですよね。まあこれはね、私がね、ガキ大将だったり、ちょっとしたね、暴れん坊だったからこういう発想になっちゃうんですよね、きっとね。まあでも大和くんの時代にはきっと、なんかいわゆるね、ヤンキー軍団もないと思いますし、暴走族もないと思いますんで、悪い思想にはね、はまらずに、自分一人で生きていくための強さと、それから自分一人で生きていって生かしていただける優しさっていうのを兼ね備えていただけるようにね、慎重に育てていこうかなと思います。おかげさまでもう生まれた時から体がバカでかくって、今もね、腕とかこんな太くって、足なんてこんな太くってね、もうあれで回し蹴り食らわされたら痛いだろうなって、今からね、二十歳前後になって最も血気盛んな大和くんとお父さんの私がね、どのぐらいやり合っていけるか、当時その頃になったら私70歳ですからね、70歳と20歳の息子がどう喧嘩すればいいのかね私は今からちょっとね、体の鍛え方を考えなくてはいけないかなって形で、マイプロテインから別のプロテインね、エクスプロージョンっていうやつにちょっと変えようかなと思ってるところでございますけどもね。まあいろいろとお話ししましたけども、あやさちゃん、イカありがとう。そのイカが全ての元気をくれます。これからもモンゴイカ食べていきましょう。それではいってらっしゃい。あ、ちなみにね、これ見てください。誕生日プレゼントでお寿司屋さんから一皿プレゼントが来ましたんで、ちょっとね、これも考えながら今日の昼食に臨もうかと思います。では、いってらっしゃい。